無理もない。さらに記憶転写で。くそ、緊張してくるぜ。なんだこいつ。こいつはトンキ、竜戦闘に役立つ機能。どんな機能だ。さあ、知らん。ヤマト。ああ、武蔵、よろしくな。あのヤン坊やたち、メガトン吸気、むしろ若者、彼らの差し詰め。あ、お前鹿だね。パイロット認証、一大事ヤマト。なんとなくだが、格闘記憶転写学習法は一瞬で知識を得られる。しっかり実践。武蔵は地球の技術を結集して作られた最強の機体が無駄。えいえい、武蔵の掃除。俺、今のあなたたちでは。ああ、ヤマト君のコク。あえよ、リュウゴ君のコク。要はミノマ。テル君のコクピ。レーダーシステムと戦術コンピューターの担当。ええ、お任せください、ミナミさん。武器装タイプ確認、オールクリア。ロードバランサー、パラメータ、サイナス。メガトンストラテジーシステム連動、出撃ゲート、オープン。行こうぜ。ここは地球人の反撃だぜ。移動。パワー上昇値50。戦術。坊やたち、駆動システムのチェックとして。やってみるぞ。ドッケ。
のんきに。な、こず。でき。マジか。キャリア、オートパイロットモードで発進。こちら武蔵、一大事ヤマト、イブシ隊長、大丈夫ですか？お前が武蔵のパイロットだぞ。部隊を退却させてください。あとは俺たちでやります。何を言っている。一気であれだけの敵を相手にするというのか。武蔵ならやれるわ。おいおい、正気か。頼む武蔵。所詮からこれかよ。こりゃ無理ゲーだろう。確かに普通なら絶望的な状況だ。やるぞ。お兄ちゃん。やられたら敵へ高速ベース。早速おいで。フォトンリボルバー展開。ロック解除、リボルバー出すよ。行くぞ武蔵。
やったぜ。初めてにしてはいいんじゃない。ちょろいぜ。どんなもんや。周囲に注意して、まだ敵の反応があるわ。ぶっ潰してやる。メガトンパンチを使うぜ。待って、ヤマト君、勝手な行動は許可できない。現場判断でやらせてもらう。ダメよ。あなたたちはこちらの判断に従って、武蔵を動かす中枢はこちらなの。ミナミさん、ここは一つヤマトに任せちゃどうだい。私たちはあの子たちの隠された才能にかけたんじゃなかったのかい。わかりました。エグゼキュー、メガトンパンチ、メガトンパンチ、シーケンス開始。ヘビーアーム、メガトロンチャージャー始動。ハイパーメタルサック展開。エネルギー充填開始。タキオンフィーダーオン。エクスプロージョンコア点火。ライトアーム、ジェット噴射。メガトンパンチ、レディー。メガトンパンチ、撃つぞ。ターゲットインクルーダー攻撃照準。ブースター解放。ボルテ、相変わらずゴリ押しだな、ヤマト。どんな手を使おうが、勝ったが勝ちだ。あの子たちやるじゃないか。武蔵の性能ですよ。あら、手厳しいこと。こいつがメガトンの力だ。よっしゃ、俺たちも負けてはいられん。分散した敵を確固撃破だ。合体じゃない、ユニット再構成融合。あいつらの科学力は地球の数十万、数百万先を行っている。ヤマト、ユーゴ、融合型を叩くぞ。しゃあ、インディッシュに行くぜ。
ダブルブレイドを使え。ヤマト、ダブルブレイドは近距離武器だ。あの融合型に接近して攻撃するつもりか。ここは遠距離で狙うべきだ。勝手に決めんなよ。戦いはフィーリングなんだよ。何？すりつぶしてやるよ。ヤマト、こいつを完全粉砕するには動力コアを誘爆させる必要がある。位置はマイナス804。エグゼキュートエクスプレイクぶったげる。エクスプレイク。聖人め、思い知ったか。やったな母ちゃん、やったよ。ミッションクリア。初勝利。あのこれで奴らも。女王様、